はい、欧州館受験生の皆さん、こんにちは。今日は、欧州館の話をしていきます。とっても身近な鉛筆なんですけども、これには、濃さを表す記号がついています。まあ、大まかに、まあ、B、まあ、ここに数字がありますね。で、これはまあ濃い方ですよね、一般的に。 H、まあ、これ薄い方、まあ、ここにも数字が入っております。数字が大きいほど濃いですよね。こっちも数字が大きいほど薄いです。で、この中間に HB、 そして実はこの間ですね、F というのもあるそうです。で、この記号なんですけども、これは意味がもともとありまして、これは、まあ、黒を示すの、いいかな、ブラックの B、 これ黒ですね、黒。この H は、まあ、硬さと硬いを示す、ハード。そしてこれが数字が進んでいくと硬い方、そして数字進んでいくと黒い方なんですが、ここでなぜ同じものですけども、さあここに何か疑問を感じませんでしょうか。さあ、今日の話はこの意味を知るのが目的ではありません。ここのおかしさですね、この関係のおかしさに気づくことが大事です。なんでこっち黒い硬いだったらこっち黒やめて柔らかいのソフトの S でいいんじゃないかと、意味が反対ですもんね。こっち硬いんですよ、こっちは柔らかいですよ、でいいんじゃないかと。まあ実際にどっかの国でこれを使った例もあるんです。で、これをちょっと、まあ、検索してみると、この鉛筆ができた時ですね、あとで、ここもともと何か使用目的が違ったようです。こっちの B の方は、画家なんかが使うんですね。下絵とかにも使ったりして、こう黒い、なんか 4B とか 6B とかを使って、でこっちは製図なんかですね、設計とかなんかでこう薄くとか、まあ、硬くしっかり書けるように、こう硬い鉛筆がこう用途が違って、まあ、作り分けだそうです。ですからこのようにこうちょっと一見こうついつまが合わない単位が入っています。こういった普段使っているものにこうちょっとあれとこういったちょっとしたとこに気がついたり疑問を感じることが普段の生活で大事なことになります。関心を持って親と思って、そして調べる、これの繰り返しが自分の知識を豊富にして、あ、またこんな考え方があったんだ、こんなことがあったんだという中で、じゃあ自分なら、どう名前というか記号をつけたかなって考えてみることが、この欧州館に対応できる思考力、ここでやっている欧州館脳の意味だと思います。ですから、さあ自分だったら鉛筆を、まあ、発明して濃さをたくさん作って記号を決める場合、どんな記号をつけますか。自分でいろんな記号の、まあ、意味を考えてみてください。